chips and riptide. Thanks for your concern, but I'm not depressed. It's more of a combination of tired and stress. Come and take a shower, you feel refreshed. Get dressed, there's so much of the night left. Hopped in the whip, put on the seatbelt. Every bass vibration, my seat felt. The bass line climbed my spine into my mind. Before long, I found that I felt fine. Open up the sunroof, feel that breeze. Yeah, we could hit that party. どうも、阿部東司です。今から始めます。よろしくお願いします。彼女が好きなのはあんな男、僕は死んでもなりたくない。タイプの男、キンキラのネックレス、金髪の髪を風になびかせながら、サーファーズの男が君を足に立てた。彼女が好きなのは流行りのダンスミュージック、僕は死んでも聴きたくない。タイプの音楽、君をロックフェスに誘っても、少しも興味がないのさ。サーフォースの男が君を集めさせた。一緒に海に行こう、本当の君を知りたいのさ。なりたくない。タイプの男、キンキラのネックレス、金髪の髪を風になびかせながら、サーファーズの男が君を集めさせてた。これチカチカしてるんですね。なんかなんか生めかしいですねこれ、はい。どうも阿部東司です。ですね、今の曲はあの普段あのキューブリックっていうバンドをやってて、でそのバンドの曲です。で、次もキューブリックの曲を、やってみたいと思います。スルメのような女の子っていう曲です。時は甘い可愛いとは思わなかった。再び会った時には親と思う。三度会えばハマったんだ。スルメのような女の子、少しずつ愛おしくなるんだ。 Oh yeah。 よく見てみると斜め45度がいけて、気づいたんだ。その大きすぎる目が僕を吸い寄せる。その時から待ったんだ。スルメのような女の
こう少しずつ愛おしくなるんだ。Oh yeah、 きっと君みたいな子がいて、僕みたいな男がいて、世の中はきっとうまく今日はこんなエレキギターで、やってるんですけど、実は、一人でやってる時はほとんどいつもアコギ弾いてやってて、今日は初の試みです。なんかこの間、ファウンテンズ・オブ・ウェインというアメリカのバンドがいるんですけど、そのバンドを見に行った時に、オープニングの人がエレキギターで弾き語りをやってて、なんかそれがすごいかっこいいなとか思って、それで、やろうと思って今日やったんですけど、結構なんか影響を受けやすくて、なんかかっこいいなと思ったらすぐ真似してしまうんですけど、このボーダーとかもなんか自分の好きな先輩が着てたからこれ真似してきたんですけどもしかしたらまたなんか違う楽器持ってやってるかもしれないです。なんかこうバイオリンとか弾きながらねやってるかもしれないです、じゃあ、次の曲、電車の中でいろいろ妄想にふけた時に思いついた曲を聴いてください。遅く目が覚めて慌てて布団を飛び出した。顔を洗ったらカフィエントス、髪のセットもそこそこに、家のドアから道へ飛び出して、予定の時より微妙に足りない時間を急ぎ足で埋める。改札までの階段を登る。駅に着いたらすでに列車が到着、慌てて飛び乗った。西から一番目の車両、そこで僕が見たものは黒くしなやかな髪、少し憂鬱な目で釣り革を握る。その姿、7時59分に着く西から一番目の車両。いつものように君がいる、いつものように君がいた。君はどこからやってきて、どこへと降りて行くんだろう。いろいろ考えては見るものの、本当のところの彼女は知らない。その憂鬱な目を僕だったら微笑みに変えてあげることができるかな。それとも憂鬱そうなのは僕の思い過ごしから。でも次の次の駅で君とお別れさ、僕の想いを乗せたまま列車は次の駅へ向かう、列車は次の駅へと向かう。ここでですね、ちょっとだけカバーをやってみたいと思います。もし知ってる曲だったら
手拍子をください。Everybody said it's just like Robbie Hood. Open like a cat, charging like a rain, singing like a babe, but I wanna be your man. When it's plain to see you are man for me.I'm a boy, 20th century boy, 20th century boy. I wanna be your boy, 20th century boy. I wanna be your boy. Hey, hey, you, you, I don't like your girlfriend. No way, no way, say get in a new one. Hey, hey, you, you, I can be your girlfriendHey, you, you, I don't let you like me. No way, no way, no, it's not a secret. Hey, hey, you, you, I want you to be a girlfriend. You're so fun, I want you my own, just gracious. I think you match all the time and you're so addictive. Don't you know I like candy to make you feel alright? The pretty dance, you know I'm that gracious. Hell yeah, I'm motherfucking princess. I can tell you make you true and know I'm right.Rise while ever I can do you so much better. I think we should get together now. And everyone in Chukubani. Hey, hey, you, you, I don't like your girlfriend. No way, no, stick it in a new one. Hey, hey, you, you, I can be your girlfriend. Hey, hey, you, you, I don't let you like me. No way, no way, no, it's not a secret. Hey, hey, you, you, I want you to be your girlfriendありがとうございます。よし。7時59分に着く西から一番目の車両。いつものように君がいる。いつものように君がいた。君はどこからやってきて、どこへと降りてゆくんだろう。いろいろ考えては見るものの、本当のところの彼女は知らない。本当のところの彼女は知らない。本当のところの彼女は知らない。それだからなお、なおさら君を知りたくなるんだ。ありがとうございました。ですね、ちょっと全然関係ない話になるんですけど、なんかいろいろこう今年始まって、今4ヶ月ぐらいじゃないですか、5ヶ月ぐらいか、5月になるんで、でなんかその年の初めに大体なんか多いのが、今年ちょっと目標を持って頑張ろうかなみたいな、でいろいろこう目標を考えてこういうことをしようかなとか、ああいうことを今年はやろうかなとか、いろいろこう思ったりとかすると思うんですけど。でもいろいろいっぱいこう目標をこう掲げてみても、実際に、今、4月5月になった今どうでしょうか。
その目標が、まあ、達成できている人もいるかもしれないし、ああなんかうまいこといかへんかったなみたいな人も、まあ、うまいこといかんかったなというよりもなかなかこう思ったようにできてないなみたいな、まあ、人も多分いると思うんですけど、そういう時ってどういうふうにしたらいいと思います？っていうのはなぜそんなことを言ってるかというと、この僕が全然こう掲げた目標を達成できてないわけですよ。今年はなんかピアノを、ね、弾けるようになろうと思ってピアノの練習しようと思ったんですけど、1回か2回鍵盤に触ったぐらいで一切今まで触ってないです。で、あとはね、ダイエットをしようってここでね、年の初めにライブで、した時にダイエットしますって言ったんですけど、なんか多分あの時よりねお腹ちょっと膨れてるんですよ。ちょっと出てきてるんですよね。これ今ギターで隠れてるからいいんですけど見えるとね、しかもこれボーダー着てるんですけど、こうボーダーってお腹出てたらすごい余計分かるんですよ。このしましまが途中でこうよれてくるんでね非常になんかそういうね、ちょっと低たらくな状態でしてね、そう、こういう時になんかこうなんていうんですか、じゃあ今からの曲でみんな元気になろうぜとかいう感じでね、なんか俺がついてるからみたいな感じで歌を歌えたらいいんですけど、なかなかそういうことができない今日この頃です。全然オチはないんですけど。じゃあすいません申し訳ないです。じゃあ、もう一回キューブリックっていうバンドの曲を一曲やりたいと思います。虹の架け橋。渡れば未来があるなんちゃって、僕らは動くほど逆走する、バブリーでラブリーな世の中を求めちゃって、僕らは進行方向そしてブレない心、本当は嘘なもの支配するもの、正直者であることが道徳なら、どうか全力で守ってください。その虹を渡れば未来があるなんじゃって、僕らは動くほど急走する、バブリーでラブリーな世の中を求めちゃって、僕らは進行方向に謝る、そして揺るがないもの、本当は嘘なもの、愛たずらもの、普遍的なもの、そして言えない心、本当は嘘なもの、支配するもの、正直者であることが道徳なら、全力で守ってください。切に願う、切に願う、もう少しだけ、ほんの少しだけ、僕らに今いる
そんなもの吐いて不健的なもの、そして触れない心、本当は嘘なもの、支配するもの、不健的なもの、そして触れない心、本当は嘘なもの、吐いたずるもの、不健的なもの、そして揺るがないもの、本当は嘘なもの、支配するもの、もうじきものであることだと解くなら、どうか全力で守ってください。ありがとうございます。そしたらですね、ちょっと忘れないうちに、なんかこんなフライヤーをちょっと今日頑張って作りました。ちょっと練習時間を削って、寝る時間を削って作りました。よかったら、1枚置いといて、で回していただいてもいいでしょうか。すみません、ねえ、そしてステージドリンクが水筒に入っているって。あのこれなんですけども、なんかあのちょっとね、多分すごく分かりにくいので説明をします。でなんかあのチャラいコメントみたいなのが結構あるんですけど、そういうのはまあ適当に見てもらって、あのキューブリックっていうね、さっきも言ったんですけど、キューブリックっていうあのバンドをやってるんですね。でなんか一応本当はあの安倍当時のサイトを作りたいなとか思ってるんですけど、なかなかできなかったので、とりあえずキューブリックのサイトにあの必要な情報を全部集めましたので、よかったらあのここで、僕のツイッターとかフェイスブックとかミクシーとかそういうのにつながるので、よかったらあのフォローしてみたり、フレンド申請してみたりとか、いろいろしてもらえるとありがたいなと思います。でなんかあのね、こうキューブリックとか安倍当時で検索しても全然出てこないんですよね。だからこれ入力するのもめんどくさいと思うんで、ここには当時イングリッシュ検索ってやったら、ヤフーとグーグルではあの出てきたんで、よかったらこれであの検索してみてもらえるといいかなと思います。スマートフォンとかでも見れると思いますので、よろしくお願いいたします。なんかちょっと微妙な空気になったところで、次の曲をいきたいと思います。聴いてください。太陽と月っていう曲。君が僕にとっての太陽なら、僕は君の光を受けて光る月。君が強く輝けるほどに、僕は僕らしく前進んでゆける。君の行く道が闇夜に閉ざされても、僕が導いてあげる、たくさんのこと失っただけどもう負けない、君がいるから。君が僕にとっての太陽でも、僕は人の周りをぐるぐる回る月。本物になりきれないこんな僕に、どんな時も微笑みかけてくれる。
くさんのこと失ったけどもう負けない君がいるから僕にとっての太陽なら僕は一人では光輝けない月君が強く輝けるほどに僕は僕らしく前へ進んでゆける、進んでゆける ありがとうございます。じゃあ次でラストの曲です。最後にちょっとお知らせだけしておいて、終わります。あそこの物販の席にですね、CD、まあ、シリアルなんですけどそれが置いてます。キューブリックのない、サンビームス、また出てきた、またなんかそう知らん名前が出てきたと思うんですけどキューブリックっていうバンドは実は今年の3月が初ライブで、できたバンドで、その前まではサンビームスというバンドをやってました。で、その音源が2枚ほどあります。いずれも500円なのでよかったら買ってください。で、今からその、サンビームスの、代表曲の、ワンサイクという曲をやりますんで聴いてください。あ、ならへんかった。愛しくてしょうがない、十分に一度だけの幸せ、この日だけしかない、この日が終われば6日間指折れ数えるしかない、今日は君に会える、君が笑っているそれだけでいい、心を塗り替えてゆく、その指に触れた瞬間に僕の中の何かが止めどなく溢れ出してく、君に会える当たり前の日々、光与えてくれる、昨日までの全て持ち寄り脱ぎないものに変える、この日が終わればあと君の姿を思い描くよ、今日は君に会える、君が笑っているそれだけでいい、塗り替えてゆく、その指に触れた瞬間に僕の中の何かが止めどなく溢れ出してく、じゃあここで最後なのでまだまだいいアーティストさんがいっぱい出るので喋れ
れない、ごめんなさい。まだまだあのいいアーティストが、はい、出てくるので、みんなで一緒に歌って盛り上がって終わりましょう。言いたかったことそれ。ワン、ツー、スリー。じゃあ俺がイエイって言ったら、俺がイエイって言ったら後からイエイって言う。オッケー。全然弾きながら喋れない。どうなってんねんこれ。俺がイエイって言ったら後からイエイ、オッケーですか。いきますよ。ワン、ツー、スリー、オー。ワン、ツー、スリー、イエーイ。ヘイ、イエーイ。イエーイ。イエーイ。ポイポイポイ。ポイポイポピー。当時でした。今日は最後まで楽しんで帰ってください。ありがとうShit, yeah.
don't know, what, 2 o'clock? Mm-hmm. Oh, at the gay club. I'll call you when I'm done. Alright. Okay. Bye. Every single time. Every time we come to the club, it's always the same thing. It's on my nerves. Yeah, he's an idiot. I'm so sick of him. じゃなく何
にも思わなくなったのは、何もかも考えようとしていたから。止まない雨はないよ、待ちわびよ待ちわびよ、幸せはきっと来るよ、だって掴もうとしてるもんね。あなたに会えて行けた場所がある、あなたに会えて思ったことがある、きっとその一つ一つが僕の宝物。何かいいことないかなと言ってるうちは何もないぜ、何日待っても来ないなら自分から掴みに行かないか。やまない幸せを掴みに行こう、掴みに行こう、何でも入れられるね。空が真っ白になって空っぽに思えても、太陽が差すよ、星も見えるよ、青くなるよ、待ちわびよ、幸せはきっと来るよ、だって掴もうとしてるもんね。止まない幸せを ありがとうございます。こんばんは、京都から来ました大徳と言います、よろしくお願いします。久しぶりの神戸なんですけど、頑張ります。空の空という歌を、空の空と漢字で書いて空の空という歌を歌いました。次は、この3月に僕はちょっと、さよならをすることになって、それで書いた明日のためっていう歌を。髪切れ一枚
明日のため戻りたい気持ちと進みたい気持ちが混ざり合って僕の中を満たす始まるというのは終わることなんだね君は全て知っていたかのようでああ全てのことに最後のがついてしまうだけど僕はもう振り向かない振り向かないでも忘れない心から笑い合った日失くしたと思わない今だない方がいいんだけど、あのベルトをしてくるの忘れてズボンがもう危ない、本当に放送事故になりますよこれ。ユーストもやってる、やってますか今日、えやってますか、もうやばい。宇治から今日車で来ました。軽くドライブでした。ドライブっていう歌を。仕事で得意先の偉いさんと話しながら車で走ってた。そしたら後ろからパトカーがううと後ろをついてきた。後ろのタイヤから煙が出ているのかと、何事ですかと逆に聞いたなら、一旦停止を無視したと言われたもんだから、罪悪感のかけらもないのに7000元と2点が消えました。余るの分かっていながら大量のお菓子買って、オーベイベードライブしよう、君の点数は引かれたくはないな、なんちゃって。このなんちゃってをみんなで言うのが決まりなんですね。そもそも我が国の交通社会もなんだかやっぱり矛盾に満ちている。道路交通法に違反しないように法定速度を守って走ったら、後ろのタイヤが後ろの車がプープーと文句を垂れて、この社会にうまくなじめない。だからといってルールを無視してしまうと、そこの車止まりなさい、悪夢が蘇る。前の車が何件ナンバーかを確認しつつ、 Oh baby ドライブしよう、人生
のクラクションに負けないで、なんちゃって神戸はこんなもんなんですか。まだまだいけるで。それにしても僕のジーパンがやばい、僕のジーパンがやばい。バックの時には助手席の頭に手を添えて、 Oh baby ドライブしよう、そのまま君の肩を抱き寄せたいな、なんちゃって Oh baby ドライブしよう、警察の小遣い稼ぎに7000円払い、 Oh baby ドライブしよう、人生の一旦停止も忘れずに、ドライブという歌でした。ちょっとじゃあ落ち着いて、宇治から来たんです。宇治に住んでるんですけど、宇治に来たことある人手を挙げて、はーい、なんだろうな。一応ね、京都の中で2番目の都市なんですね。京都市があって、次宇治市なんです。その順番が何基準なんかとかも分かんないけど、とりあえずちょっと久しぶりにというか、ちょいちょいこう京都市内に住んでた時、宇治に帰って、あ、なんだかもうちょっとね、いいもの持ってんのに、もうちょっとなんか活性できたらいいなって思った時があって、で4月から宇治市にまた戻って住んでるんで、せっかくやったらと思って宇治市の曲を書いて、来月 CD をリリースして、いろいろやっていきますが、そんな宇治の曲で、あの日の香りって歌、共に歌う
赤い松燃えて鵜飼が夜に舞う。ってなりたいと思います。わーってなってください。えいえいよ。ため息ついたら幸せが逃げるって言われて我慢したらため息出た。逃げた幸せごとため息の後に吸い込んでやった。つまずいて傷つくだろう。生きてる限りは誰だってそこが勝負の分かれ道。うじうじするかすぐに立ち上がるか。上に行きたいなら答えは分かってる。ごちゃごちゃ言わんと顔を洗いに行け。何にもかんにも手につかなくなって頭ん中わけわからんくなった。こんな時安い励ましの歌はぼっちも心に入らない。意味不明でも構わない。僕は感動しているんだ。爆音で夜鼓膳を聞いて丼に灰の卵ご飯を食べ。ため息を深呼吸と呼び声が枯れても。へいえいよへいえいよふにゃふにゃしてんと歯を磨きに行け。つまずいて傷つくだろう。生きてる限りは誰だってそこが勝負の分かれ道。うじうじするかメソメソするかふにゃふにゃするかすぐに立ち上がるか。いいなら答えは分かってるよな。えいえいよえいえいよ。ごちゃごちゃ言わんと顔を洗いに行け。声が枯れても
ちゃ言わんと風呂入りに行け。えいえいおー、ありがとう。カウンターに、後ろのカウンターに、すごい顔があります。それが僕の CD の看板です。AAO という今歌った曲のが入ったミニアルバムですね。1500円6曲入りで売っております。よかったらぜひ買って帰ってください。神戸は、そうですね、さっき歌った宇治の曲、それから2曲目に歌った明日のためが入った CD、 新しいシングルですね。それが来月の22日、大阪のネイブというところで、スリーマンライブイベントで発売しますが、神戸はその2日後、24日、5月24日木曜日に、ここ主催の、ボイス主催のイベントでチキンジョージでやります。おそらく神戸の方はそっちに来た方がいいんじゃないかなと。ボイス的にもいいんじゃないかなと思いますんで、今日そのチケットを持ってきておりますので、チキンジョージぜひ遊びに来てください。来ないと、ボイス、的になんか多分なんか嫌がらせされるんじゃないか、 なんか帰るときちょっとドアがねっちょりしてるとか、なんかそういうことがあるかもしれない。あと、お配りしたチラシですね、ちょっと先の話なんですが、8月の8日大特区リンクのというイベントのチラシを入れております。これは僕の主催する年1回のイベント、毎年1回やって、今年は7回目、ボリューム7という7年目なんですけど、そこに夜行禅の竹原ピストルさんを、もうなんかお金の力で言っちゃうけど、お金ないけど、まあ実力で、お呼びしました。今もうさや侍でヒットしましたね。ヒットして、吉本に事務所を入らはって、でもなかなかこう僕らみたいなね、僕らみたいなって言ったらあれやけど、人のイベントに読んで出ることがあまりないらしいです。だけど僕のには出てくれると、なんでやろうと、それはご想像にお任せします。最後は、新しい CD3 曲入りなんですけど、もう1曲小さな鼓動っていう歌を最後に歌って終わりたいと思います。大徳でした。どうもありがとうございました。あのね、真面目な曲やからね。あと大丈夫。その顔さえも
らなく愛しくて、あなたの しませることです。つまり喜び分かち合いたいのです。小さなこと続く限り、あなたの喜びが僕の幸せ、どうもありがとうございました。
stormy weather. She's my gift from the Lord, or a fiend from hell. That's my baby. She can be all four seasons in one day. どうも皆さんこんばんは、IH サイトと申します、ちょっとこれから雰囲気がちょっと変わりまして、
インストゥルメンタルでジャジーにブルージーにファンキーに、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。IH サイトと申します。なかなか呼びにくい、はい、バンド名ユニット名ですけれども、はい、これはドイツ語になっておりまして、サイト何ですか、サイトというのは。サイトは時間、そうですね、タイム、空間みたいな感じで、ね、空間そうですね、はい、別にまあまあ別にサイト、ね、IH サイトという、サイト、うん、ドイツ語やったっけ。ドイツ語やな。ドイツ語でしょ。はい、はい、まあほんまにガラッと雰囲気が変わりました。はい、本当に弾き語りいいですよね。弾き語りいいな、ね、こちら羨ましいな、うん、歌いたいな言って、歌いたいな言うて、ね、弾き語りいいな言うて、さっきねカウンターで言ってたんですけどね。もう最近歌頑張ってるんですけどね。うん、な、私も歌おうかな。あ、歌いましょうよ。あ、今日歌います。いや、歌い今日歌います言うて、あんた何の準備もしてんのにどうして歌うんやいう話で、オンオルガン長谷川義恵さんです。お願いします。こんな感じでやっております。オンギター伊藤ひとのむ。なんて今噛んだやろ噛んだやろ。もうええやん、その辺さらっと流しとったら分かれへんやん。いや、明らかに分かるって。ほんま、ほんま、ほんなもう一回言うわ。オンギター伊さん、えちゃまた噛んどるわ。あかんわ、やり直しても噛むから、もう一回やってもまた噛もう思うねん。まあまあそれはね、言うわ。本関西人としてはどうなのか。そうやんな。いや、そんなん言うたらハードル上がるやんか。ちゃうやん、そんなバーちゃうやんな。オンギター伊藤久信。言えた。よかった。これでも今日も満足やわ。満足ですね、本当にね。言えたからな。じゃあもう終わりますか。ありがとうございました。いやいや、もうちょっとやってもええかな。ね、先ほどの曲は、オリジナル彼女が書いた曲でございます。書いた曲でございます。すみません、タイトルありません。タイトルないねんね。七七っていうことでね、うん、まあ特にそういう思い出も何にもないみたいなので。そんなことはないよ。ないですか。そうなんですか。そんなこともあるようなないようなね、うんうん、できた曲やね。まあね、はい、うん、こんな感じで、まあのんびりと、やっていこうと思います。はい、先ほどのみんなのこの若い出演者方々とは全く違う空気でございますが、そんなに面白いこともできませんので、のんびり楽しんでください。すいません、面白いこともできへんし、面白いことも言われへんし、コール&レスポンスも何もないので。よろしくお願いします。そうやな。じゃあ次行きますか。はい、次行く？喋、うん、る？喋らん。今日セクシーですね。今日セクシーですよ。えらいね。頑張っとんねん。ええ年こいてね。言うたらあかんねん。ええ年こいてたら言うたらあかんねん。ね、言わんかったらそんなに分かれへんかもしれへん。まあまあ、うん、分かるかもしれへん。まあ、まあ、年の割には綺麗やと思いますけど。いやいや、年の割には言うたらこれバレてまうやん、いろいろ。なあ、やろ、次の曲やろ。お前な、そこそこな、いろいろあるわな、人生、ね、あかんねん。じゃあ私この前な、気づいてんけどさ、喋る、何喋るの。喋れへんけど、うん、喋ってるやん。あんま喋ったらあかんねん、これな。なんでか言うたらさ、ユーストリームで流れとるやんか。うん、そうですよ。みんな知ってますか。誰が聞いとうか分かれへんわけやろ。まあね、まあね、ひょっとしたら誰も聞いてないかもしれない、ね。お前ら、本来喋ろう。じゃあそのような喋れんねんけど。ほんまにね、いろんな、ほんまに海外の人も聞けますからね。ねえ、全世界の人が聞けます。いや、すごいよ ね、この世の中ね。すごいですよね、本当にね。まあでもこういうのが普及していくとね、なかなかライブの方もね、なんか足を運びづらくなる人も、ね、まあまあおられると思いますけど、やっぱりでもその中でもあるかもよ。それをこうな見て、ぜひ生でと思わせれるようなこれがあれば、うん、そうなんですよね。我々も頑張らない。問題はこれやな。生で見たいと思いますよね、それはね。な、ね、そこが問題やわな。ここビール美味しいで。美味しいな、ま、何回目、今何回目ですか。どっちやろ、まあいいか。大きいしなこれ。さあ、ほんまにね、ボイス、あ、もう喋るか。いや、もういいか。とりあえず行きましょう。次ね、どんどん、あんまり喋ったら長くなるんで。そうやね、曲も長いし、喋りも長い歌、あかんがな。じゃあ次の曲も、長谷川義恵さんが書きました。オリジナルソングを。オリジナルソング、ソング、あ、今ソングやろ。ソングやろ、シングちゃうで、歌ってへんから、ね、はい、ソングや、はい、はい、行きましょう。はい、ゲットファンキー。
2曲続けて、オリジナルソングをお届けしましたが、はいはい、何が違うねんって話ですよね何が違う、キーが違う、キー、キーが違うな。先ほどやったのはキー C でした、うん、次の曲はキー F でした
そうそうそう言われたとこで、ね、多分、ね、同じコード進化からね、やねそこ何も変わらへん、同じようなテンポやし、ね、じゃリズムもちゃうねん、リズム妙に、まあ微妙にいや、シャッフルとスイングかな、あ、そんなん違うのかな、言うては分からへん、分からへん、全部一緒や、一緒やな、一緒一緒、そうそうそう、はい、はい、というオリジナルソング、オリジナルソング、ゲットファンキー、ゲットファンキー、今の曲はゲットファンキーというタイトルはあります、今の曲がタイトルなんです、はい、あります、ファンキーになりたいなあいうだけの曲、うん、ファンキー、うん、まあね、はい、ファンキーです、はい、いや難しいからな、リズム言うたんな、うん、次は誰やねんな、はい、次はさらにちょっと次もまた、はい、同じ曲ばっかやったらねあかんからね、次はちょっと変えていきましょうね、そうやな、もうこんななオリジナルいっぱいいろいろできへんから、うん、次はちょっと待ってくださいね、次はジミー・スミスという、まあ、知ってますかジミー・スミス、ジミー・スミスご存知の方、あ、お、知ってますか、やったー、あ、すごいすごい、あ、おった、こんなん初めてやわ、はい嬉しい、あ、そうですか、ご存知ですか、え、そういう感じの曲が好きで、あ、父が、父がお父様、素晴らしいお父様ですね、本当にね、素晴らしい、ジミー・スミスが好き、ね、皆さんジミー・スミスですよ、時代はお亡くなりになった、亡くなりになったか、お亡くなり、でも数年前まで生きてはったんですよ、あ、そうですか、70いくつですけどね、まあまあ、うん、50年代60年代ぐらいに活躍された方、そうですね、まあ彼はあのオルガンジャズという世界を築き上げた方なんですけど、まあ、ジャズの世界でもマイナーなんでね、オルガンジャズっていう世界が、うん、だからね、この世の中ジャズ自体マイナーなのに、うん、ジャズの世界でまたマイナーなオルガンジャズ、もっともっとマイナーっていう、でも神戸って言ったら僕結構ジャズのイメージがすごく強いんですけども、そんなことないんですかね、あ、僕もともと奈良の人間なんですけど、まあこれ、はい、彼女は兵庫県の山奥の方の人なんですけども、いやいや、ちゃいますよ、兵庫県の山奥ちゃいますよ、神戸の若干山の手の方、山の手の方にね、そうや、兵庫県の山奥言うたらこれ日本海の方行ってますからねまあまあね、広いんやで兵庫県、こっちこんな形して、でも神戸っておしゃれですよね、いやいやいや、するかいな、うん、前ねんけど、あのほんまにね、神戸来るたんびに思うんですけど、はい、歩いてる人がなんか綺麗な人が多いなと、せやろ、うん、せやろ、すごいなんかほんまにおしゃれにしてはるなっていう、せやろ、奈良とはちゃうで、うん、まあね奈良はちゃいます、鹿がな、うん、鹿と大仏やもんな、奈良は、そうですよ、皆さんご存知ですよねそんなんね、誰でも知ってますよね、そんなんね、なバカにしようとして無理やからな、そんなことあれやろ、その辺ありとったしかおるんやろまあまあ一部は ね一部ほんまにおんの、一部いますよ、ほんまに、え、ほんまにおんの、え、奈良公園とかの周りだけじゃない、いや、まあまあ、その、ま、周りですけども、まあ、そのほんまに住宅の方にも、え、住宅街にもしかおんの、まあ、めっちゃいますよ、え、マジでほんまに、え、なんで野生、野生、野生、あれはもう野生ですよ、え、ほんまに、うん、しか殺したらダメなんですよ、知ってます、しか殺したら、しか、まあ、車で引いたりしたら罰金なんですよ、車で引いても、そうそうそう、何十万、そうそう、だから奈良の道はもう鹿優先ですからね、そうなんです、鹿が渡っとったらほんなら車絶対止まれみたいな、そうです、そうです、ほんまそうですよ、へえ、ね、鹿がほんま立ち悪いのがほんまにそのゴミを食い散らかしてね、あ、カラスと一緒ですわ ね、 そ う、 ね、あ、そう、分かってんねな、うん、自分大事大事されとんが、そうなんですよ、ほんまにね、へ、うん、まあ、奈良はだから人口よりも鹿の方が多いかなって感じなんですけども、ほんまかいな、滋賀県はあれですよ、言い過ぎやろ、滋賀県はあれですよ、ブルーギルの方が多いですからね言うたもん勝ちやな、あ、ね、あ、やろうか、お前な、神戸はほんならジャズの方が多い言うたへの、まあまあ、でも無理無理くりやん、そうや、ね、難しかった、言うてそこは、まあ、無理くりやん言うて、うん、ボイスっていいとこですよね、いいとこや ね、 僕ほんまにまだ2回目なんですけどね、うん、そうそうそう、私は出させてもらうかね、そうですね、本当にね、2回目出演となります、はい、で本当に、まあ、僕のイメージですけども、コーペはジャズというイメージがすごく強いんですけども、ね、こうやってね、弾き語りの出演者の方を、まあ、店のマスターがやっぱり応援してくれてるんでね、はいはい、本当に温かい店だなと思っています、ね、で、はい、ビールがでかい、これが素晴らしいですよ ね、 素晴らしい ね酒飲みにはね、酒飲みね、ほんまにね、何をね、感じでほろ酔い気分で今演奏しております、はい、はい、いきますか、いきますかそうやね、時間あれでしょ、どんどん行かないとね、そうや ね、 ね、うちら曲長いからな、うん、そうそうそう、時間押してまうやんか、
でも一個だけ言うてもええかな。何ですか。5月12日あの兵庫駅の近くの高架57というところでまたあのワンマンでライブやります。もしよろしければ来ていただけたらなと思います。またねボイスでもこんな感じでちょこちょこやらしてますの、はい、いやーちゃわやらしてますちゃわやらしてもらってますので、はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ次ルートダウンいきます。
ありがとうございました。ありがとうございます、次で最後の曲になります、はい、オンオルガン長谷川よしえ。ありがとうございます。オンギター伊藤久信。
オンギター伊藤さん、ありがとうございます。この後も素敵な女性ボーカルの方が来ていただきます I got the word as hell. You blue trial and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do fair time, won't see parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus with the drama, with looking out for your baby's mama, taking risks while keeping cheap checks from getting on her. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at your party. Me and you know true or two, while scheming on hits and getting tricks that maybe we can slot in two. But now you bubby, rest nigga, cause I ain't worried. Eyes blurry, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm, so we both bond to my dying days. Before I say goodbye, Kaden with mental rest in peace. Thug till I die. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga, as it happened for a G. I'd be a lie if I told you that I never thought of that. My nigga, we the last ones left. And life goes. Have a party at my funeral, let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from way before kiss me from my head to my toe. Give me a paper, a pen, so I can write about my life of sin. A couple of bottles of gin in case I don't get in. Tell all my people I'm a rider. Nobody cries when we die. We outlaws, let me ride until I get free. I live my life in the fast lane, got police chasing me. To my niggas from old blocks, from old roots, niggas that guided me through, back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See, we both gotta die, but you chose to go before me. And brothers miss you while you gone. You left your nigga on his own. How long we moan? Life goes on. How many brothers fell victim to the street? Life rest goes on, homie. Far homies that passed away. Niggas doing life. Niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean? Last year, we poured out liquor for you.
this year, nigga, life goes on. We finna clock mail, get money, evade bitches, evade tricks, get played, there's plenty space. And basically, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gonna be on top, nigga. You gonna be like, God damn, the niggas came up. That's right, baby, life goes on. And we up out this bitch. Hey, Kato, mental, y'all niggas make sure it's popping when we get up there, man. Don't front. Sinatra at the opera, bring a blonde, preferably with a fat ass who can sing a song. Wrong, this ain't politically correct. This might offend my political connects. My raps don't have melodies. It should make jackets want go and commit felonies. Get your chain took in. I may do it myself, I'm so Brooklyn. I know we facing a recession, but the music y'all making gon' make it the Great Depression. Or your lack of aggression. Pull your skirt back down, throw a set, man. Yeah, this just violent. This is death for auto-tune, moment of silence. La da da da. Hey, hold up. Only rapper to rewrite history without a pen. No ID on the track, let the story begin. Begin, hold up. This ain't a number one record. This is practically assault with a deadly weapon. I made this just for flex and Mr. C, I want people to feel threatened. Stop your blood clot crying. The kid, the dog, everybody dying, no lying. You boys' jeans too tight. Your colors too bright. Your voice too light. I might wear black for years straight. I might bring back Versace shades. This ain't for Z100. Ye told me to kill y'all to keep it 100. 皆さんこんばんは。元気ないな。皆さんこんばんは。イエーイ、えにこです。今日は遅い時間まで本当にありがとうございます。来てくれる人たちがたくさんいて本当に嬉しい限りです。ゴールデンウィークですよ。ゴールデンなウィークですよ。第一発目私のライブ、もう勝手に私のライブって言っちゃったけど来ていただいて本当にありがとうございます。楽しい夜を過ごしましょう。それでは1曲目部屋の中お気に入りの品
た数に済んだのに、こんばんは、えにこです。イエーイ。今日はさっきも言ったけどゴールデンウィーク第1日目ですよ。そんなね、あの素敵なウィークにお集まりいただき本当にありがとうございます。はい、あの私普段あの大阪でライブ活動をしておりまして、今年に入ってから神戸にちょこちょこやってくるようになりました。なんですけれどもね、今日はたくさんいろんなアーティストさんを見れてとても嬉しいなと思っております。ね、阿部さんは神戸で、大徳くんは京都で、あの先ほどのお二人はあの神戸ということで、なんかね、始まる前にもちょっといろんな話をアーティストさんたちとあのさせてもらってたんですけれども、各地域によっていろんなあの音楽をやってる人の層が違うよねっていう話をしてて、で、まあ、やってる演奏をしてるこっち側からしてもこうなんていうんですかね、あのお客さんもちょっと違うような感じがします。こうね、なんかね、神戸の人ってシュッとしてるんだよな。うん、お客さんもなんかシュッとしてはるような感じなんですけれども、私は大阪で活動してますと言ってるんですけれども、あの出身は宮崎で、でも誰よりも大阪人だと私自負しております。ぜひこのノリについて来ていただけると嬉しいです。ついてこれるかい？え、イエイなのかイエなのかどっちですかね。イエイ、ついてこれるかな。イエイ、いやお、言わずに手拍子が出るとかすごい嬉しい限りでございますよ。こんな感じで楽しくいこうじゃないですか。次の曲は No 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 という曲でございます。日頃のねストレスとか心に溜まってるモヤモヤとかを全部曲にぶつけたらこんな曲が出来上がりました。なので皆さんね、素敵な週末をお過ごしいただけるように心を込めて歌いたいと思います。その手拍子はぜひそのままで。はい、行こうか。曖昧なルール、過激な主張、やたらめたら自己主張、勝ったもんがゼロショー、尻尾丸め後ずさり、ああいうのなんかまた貧乏くし、現実主義の
セクシーな顔、大きな瞳を眩ませて、ガラスのハートをちらつかせ、あの壊した笑顔、歪んでゆくロジック。どうしてだ、真面目に生きてるだけだよ。少しくらいじゃあ、しゃくれてっていいんじゃないな。学歴主義の就職戦争、のし上がるエスカレーター、心らら膨らんでくのはなんか違うな。フラストレーション、ああやな、まさかまた貧乏くし、さっきついてこれるかいっていう言って、イエスって皆さん答えましたね。じゃあ証拠を見せてもらいましょう。手に今からノーノーノーと言いますので、ぜひついてきてください。できるかな。できるよね。あ、ワン、ツー、ノーノーノー、セイ、ノーノーノー、言ってくれへんかと思った。心臓止まるわ。まだ2曲目やで。もう一度行こうか。みんなの声を聞かせてちょうだい。 One, two, three, say no no no、私だけ。皆さん盛り上がってますか。楽しんでますか。飲んでますか。いいねいいね。もっと楽しく過ごしましょう。はい、月にも見放されて、服に笑顔も張り付いた。正義ってなんだ、正しいってなんだ、白旗振ってるあいつに追い打ち、どうしてだ、真面目に生きてるだけだよ。少しくらいちょうしてくれてっていいんじゃない。なんてことたった一言言いされてたのは Yes Yes。 どうしてだ、もう待ってごめんだ、明日はわかみぞ、手からかに、もんもんもん待ってこんだ。Thank you. ありがとう。はい、どうも。あ、いいね、気持ちいいね。ありがとうございます。やっぱ音楽というツールを使うとみんなが一体になれるね。ありがとうございます。ノーノーノーという曲をお届けしました。それでは一曲真面目な歌を。愛した記憶さえ嘘に変わるのなら、もう二度と恋なんてしない、すべて許し合って抱き合えた意味がもうこんなにも遠いよ。
信じてた。すり切れるほど絡めた小指を今ほどいて、魔法が解けてくように、あなたは消えた。ああ愛して という曲をお届けしました。いろんなところでライブを今させてもらってます。であのライブハウスとかだけじゃなくて、あの外のイベントであったりとか、あの最近は、まあ、私もお年頃なのでいろんなところであの結婚式とかね呼ばれて歌うようになりました。まああの場所で歌わせてもらってるっていうことはすごく嬉しいことだなと思いまして、まあそんなんなんですけれども、やっぱりこうずっと歌を続けてたら、なんで歌ってんのかなって分からなくなる時も正直あって、まああのなんで生きてんのかなって考えるのときっと同じことなんだろうなと思うんですけれども、悩んでてもしょうがないし、やっぱりこうそういうのって歌うことでしか解決しなかったりとかするんで、自分の思った気持ちをそのまま曲にしてみようと思って作った歌があります。それを歌ってみようかなと思います。気がつけばこんなとこに立っていた。生まれてから引きずってきた心はままごと遊びをしていた。あの日から少しも大きくなった。
ちゃいないのに大人になることに憧れていた。そのままでいてとあやした大きな手、いつから忘れてた。反対側の世界から覗いた落書きだらけの夢、なくさずにいたいものばかり。この両手からすり抜けてゆく。いつかたどり着いた場所に、カラフルな夢を残して。ありがとうございます。まあ次のライブの告知なんてちょっとしちゃおうかなと思うんですけれども、去年物販を大徳くんのでっかい顔の看板の横に置かせてもらってます。大徳くんの CT の方が目立ってますけれどもね、
あれ置かれるまでは私の CD の方が目立ってたんですけどもう横に置くとかって言われて、あの完全に食われてますけれども、 CD が3枚ね、あの今日持ってきてます。どれも4曲入りで、あの1000円で置いてるんですけれども、さっき歌った曲は入っておりませんけれどもあの他にもさこれまで歌ってきた曲の中ではね入ってる曲とかもあるんで、よかったらあのぜひね、あの声かけていただければ嬉しいなと思います。そしてそこにあのフライヤーを置かせてもらってます。後でみんなにね、あのそうやん、安倍さんみたいにプリント配りしたらよかったよな。あれすごく懐かしかったんですけれども、あのそう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 、あのあれですよ、学校とかで一番前の席にこのプリント、はい回してって言ってこうやって回すやつ思い出してすごく懐かしいなと思ったんですけれども、で安倍さんってなんか先生っぽい、まあ後で話せって話ですねですけど、あのプリントじゃないフライヤーがあります。で、一番近いライブで、あの5月の13日ですね、ちなみちゃんっていうねアーティストのお誕生日イベントっていうのがありまして、それにあの出ることになってるんですけれども、その後にエニコの今度はまた新しい CD が出まして、レコ発ということで5月の17日ですね、木曜日平日なんですけれども、大阪のクラブジャングルというライブハウスでエニーミュージックボリューム9カラフルマインドというね、あのライブをやらせてもらいます。ぜひね、あのチラシだけでもいいんで持って帰ってください。エニコのエニコがこう頑張って作ったチラシなんです。なので、ね、その見目麗しい4人の女性が載っておりますので、ぜひぜひね、あのお家に飾ってもよしっていう感じのフライヤーになっておりますので、ぜひ、ね、クスクス笑いはやめて , 笑うなら笑ってほしい、ね、なんですけれども、ぜひ持って帰っていただきたいなと思います。でそのチケットも本日残念ながら持ってきておりますので、はい、あのぜひ声かけていただければ嬉しいなと思うんですけれども、その後にもね、あのミュージックトレインっていうね、大阪と東京であのカフェを使ってイベントをやるっていうね、私がやりたい放題、そしてあの中身もその場次第で変わっていくっていうね、あのライブすごいライブがあるんですけれども、今回はあの男性ゲストで、大阪も東京も男性ゲストでございます。そこもね、両方とも大阪は、あれですね、心斎橋じゃなくて新町って言ってね、すごく場所が言いづらい場所にありまして南堀江のもうちょっと北側にあるんですけれども、と東京はあと新宿のナビカフェというね、ライブハウスで、ライブハウスじゃないカフェやいうね、カフェでやろうと思っておりますので、ぜひぜひね皆さん声かけていただければ嬉しいなと思います。こんな感じでちょこちょこね神戸にもやっていきたいなと思っておりますので、需要があればありますかね、あるあるよかった早めに言ってもらえて、すぐね心が折れてしまいそうになりますので、ぜひこうわーいってやってるけどね、こう優しく見守ってくださいよ。はい、時間は早いもので、次の曲で最後になります。CD の中の曲で雨のち雨という曲があるんですけれども、その曲を皆さんにお届けして帰りたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。えにこでした。さっきまでの高い青空
ありがとうございます奥前にギター奥前にありがとうございます。改めましてこんばんは、えにこでございますいや今日本当に素敵な夜になりました。本当に皆さんありがとうございます。あ、嬉しいね、嬉しいね、そういうのすごく。何を歌おうかな。どうしよう、何も考えてなかったな。じゃあ皆さんに決めてもらいましょう。明るく元気にノリノリに追われる歌なのか、しっとり、バラードなのか、二択にしようかじゃあ拍手の大きさで決めましょう。じゃあバラードが聞きたいという人。おーっと意外と少ない意外と少なかった。
じゃあノリノリの曲が聴きたいぞっていう人。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんそんな気分だったのね今日は。歌いましょう。ではないのかいって感じだな。こんだけ待たせといてっていうね。ありがとうございます。あのちょっと元気のいい曲を歌おうかなと思うんですけれども、どっちにしようかな。最近優柔不断がマックスなんです。はい、まあこんな感じで、えにこは楽しく毎回ライブをやらせてもらっております。きっと次のライブもこんな感じでね。次はあの5月の17日のライブはバンドなんですよ。なぜか3ピースのバンドになるんですけれども、はい、その日もきっとっていうか、かなり楽しいあのイベントは毎回仕掛けていってるんで、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。そしてこんな感じ のフレンドリーなライブが聞きたいよっていう方、ミュージックトレインの方に来ていただければ、かなりフレンドリーな感じで来た方はすごい笑っておりますけれども、毎回すごいフレンドリーな感じで曲を丸投げするっていうね、お客さんにね急に入れてもらいながらやっておったりどこの人や、やっていたりとかするんですけれども、ぜひぜひそれの方にも遊びに来てください。今日もね、足元の悪い中本当にありがとうございました。じゃあ皆さん最後は元気にいきましょう。Don't know I'm
せもさこの目に映るきらめき声高らかに歌い続けて私ともう会っても向かい風吹き告げても強く強く広くあの花のように咲き誇れのさ小さな胸のきらめき輝く未来へ来てくれた自分自身に大きな拍手今日は本当にありがとうございました気をつけて帰ってくださいありがとうございますNiggas that got me through back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See, we both gotta die, but you chose to go my phony. And brothers miss you while you gone. You left a nigga on his own. How long we moan? Life goes on. How many brothers fell victim to the street? Life goes on, huh? Young nigga has ever been born. Passed away. Niggas doing life. Niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean? Last year, we poured out liquor for you. This year, nigga, life goes on. You finna clock mail, get money, evade bitches, evade tricks, get flagged. There's plenty space. And basically, just represent for you, baby. Next time you see your niggas, we gon' be on top, nigga.